はい、どうも皆さん、こんばんは。サトルです。ツルです。ジジ本舗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はコーヒーショップのね、店員さんになっていこうと思います。ほう、はい。それだけ。コーヒーショップの店員さんになります。うんうんわかるかい？あるよ、ドトールとか。そう。ああ、いや、違う。あんまり言っちゃうと。あんまり言っちゃうと危ない。ああ、なるほど。危ない。ということで、コーヒーショップの店員に なるので、皆さん、ちょっと人手足りてないです。2人しかいません。ぜひ、高評価、チャンネル登録を押して、ヘルプよろしくお願いします。はい。はい。あれか。どうした？いや、端末から共有できないんだと思って、うん、最近ね、うん、あれだね、やりづらくなったね、ツイッターね。そう？ブラウザに飛んじゃうんだよね。ほう。よし、OK 共有終わり。ちっちゃい。いや、なんかね、ちっちゃいらしい。あげるか。あげてくれ。あ、おお、でかっ。え、嘘。いや、いいよいいよ。いや、それでいい、それでいい。大丈夫でしょう。ゲーム音ちょっとちっちゃくしたいな。あー、なるほどね。ゲームの光とか大丈夫だ。あ、光ね。暗くなるでしょう、多分。そう、うちらが見てるより、やつよりね、うん、遅れしとくか。どうですか、皆さん。音量調節どうですか？どうですか皆さん。どうですか？大丈夫？うん。大丈夫これ。大丈夫？オッケー？よし。めっちゃ確認するやん。いや、なんかね、そう、なんか一回ね、なんか変わっちゃってさ、いろいろ試してたら音量調整がね、いろいろ変わっちゃって、 OBS が、うん、なんか OBS も何もかも、だからそのせいかな。大変だね。うん、はい、ということで、コーヒーやっていきます。よろしくお願いします。ニューゲーム、ローディー。いや、久々のホラーゲーや。楽しみだね。おー、びっくりした。オーノー。英語なの？いきなりオーノー来たんだけど。ムーブメント。日本語じゃないんだ。いや、日本語だと思うけど。あ、ちょっと待って。おい、え、英語じゃねえか、めちゃくちゃ。英語じゃん。おい、英語だよ。英語だよ。英語だよ、これ。なんで？準備万端とは。おい、なんで英語やねん、こんなめちゃくちゃ。すぐる音割れしてないか。あ、ちょっと下げる。じゃあすぐる。すぐるちょっと下げてよ。オッケー。もう下げたり上げたりって。あれ？68くらい。ちょっと待って。67にするか。よし。なんで英語やねんこれ。言語イングリッシュ。なんでイングリッシュやねん。ふざけやがって。はい、見える？うん、大丈夫だよ。オッケー。よし、じゃあ行きまーす。始めから。いきなりオーノーはびっくりしたわ。あ、やば、もうバイトの時間過ぎてる。早く車に乗らないと。やっと日本語だ。よーし。はあ、はあ、シフトで走れる。おお、早っ。ああ、早っ早っ。一人暮らし？一人
人暮らしっぽいね。あ、まあ、当たり前か。カーフィー急にリア充設定なのは怖すぎるな。ちょっとね、感度高すぎるな。うん。こんくらいでいいや。あ、知らずアートネズミだ。確かね、名前があったはずなんだけど、名前忘れちゃった。これ、主人公は何？男？いや。女性？女の子っぽくない？なんかね、ワンピースだもんね。部屋が質素。ロフト付き。ロフト付きだ。へえ、なんか本当に何もないね。こうね、最低限のものしかないんだけど。何もない。でもいい日あれじゃない？部屋じゃない？部屋はいいね。ね。部屋はいいと思う。無駄がない。うん。あ、でもこれ一緒だね。あー一緒なんだ。生命。いや、ここの感覚狭すぎだろ、ここ。ここ。いや、これ、生徒の人はわかるけどさ、この洗面台がさ、うん、低いよね。あ、わかる。絶対、トイレとかにさ、うん、水全部跳ねるやつね。うん。いや、マジでこれ狭いな。あ、でもシャワーヘッド、これは結構強、シャワーヘッドのとこは強そう。シャワーヘッドのとこ位置高くない？ちょっとギリギリすぎないここ。ギリギリ攻めすぎてるよね。え、待って、ここ、電気なくない？ないね。勝手にしまった。電気ないわ。ね。どうやって過ごしているんだろうか。どうやって過ごしてるんだろう。ね。ここは。冷蔵庫かな。あ、冷蔵庫。裸足。うんうん。はいはい。へえ。え？待って。え？ああ。これさ、玄関が玄関じゃなくない？ほら。だって、あれじゃん、靴しまうとこないし、まずないよね。あ、でもここなんだろうけど、ん？いや、ないわ。あ、ないわ。やば。特にこれもう玄関じゃないじゃん、まあ、水とかね、雨の日とかどうするんだろう。やばいよね、これね。ね、うわ、え、なんか、え、何もアイテムないよな。何もなかったはず。うん、うん、よし、ないね。行こう、ゴー。玄関ない、やばくない？玄関ない家初めて見たわ。角部屋だ。素晴らしい、素晴らしい提案をしよう。おー、夜か。お前もコーヒーショップ店員にならないか。え、まあ、夜だよね。夜だね。ね、夜か早朝かもしれん。おー、あれ、なになに、めっちゃ音楽聞こえる。え、なになになに、絶対アニメ。誰かの携帯。お、うわ、これあれだ、折りたたみ系だ。懐かしい、折りたたみ系。あ、てか待って、これさ、うん、俺がいつもやってるあれじゃないわ、あのさ、ん、ブラブラをなしにするやつ。あ、これ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 、ね、ブラブラって。ほらほら、綺麗になったでしょ。ああ、確かに。うん。確かにね。そう。僕ちょっとこのブラブラ嫌いなんだよね。うん。モーションブラとかも嫌い。あんま好きじゃない。あ、皆さん、明るさ大丈夫でしょうか？まあ大丈夫か。あんまりだもん。いや、うん。うん。これどうやっていくんだろう？チャリ。え、なんかキモいのいる！なにこれ？キモいのいる！なんだこいつ。何か探してるらしい。すいません、てんてん、すいません、おじさんか。何かお探しですか？これを拾ったんですけど、これ、じゃあこれすぐにやってよ。はぁ、ぼ、僕キモい。あ、これだけかよ。あ、これだけかよ。あ、携帯。あ、これか。ドインキャが。よし、車でゴー。車持ってんだ。なにこれ、え、イルミネーションですか？あー、もう着いた、早っ、すごい。どうもフラッチ。あ、そう、あのさ、ツイートしたんだけどさ、インリツしたんだけど、うん、なんだっけ、スタバ、スタバの期間限定18日から出る期間限定のやつが、うん、
フォンダンショコラ、うん、のやつなんだけど、めちゃくちゃ美味しそう。フォンダンショコラ、そう、フォンダンショコラのやつで、自分の荷物は片付けて先輩に話しかける。はい、おお、びっくりした。もう出待ちしてるんだよな。のっぺりしてんな。ジース首すごすぎない、これ。なんか首の角度すごい ね、首の角度すごいけど。船橋先輩、お前気をつけろよ、次は店長にチクるからな。あ、店長じゃないのにそこいるの。本当にすみません、ありがとうございます。これからは気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ、遅れないって言えよ。分かったか。はい、もう遅れません。お前オーダーの時あたふたするだろ。オーダーに困った時のために参考にビデオテープを取っておいたから、目を通しておけ。わかりました。そして間違えたドリンクはちゃんとゴミ箱に捨てとけよ。あ、あともう一つ、携帯電話もろもろは必ずロッカーに入れとけ。わかりました。はい、はあ、いい人だね。まあまあ、お、すごい、うわ、レシピいっぱい載ってるね。もう覚える気がないよ。ちょっとめんどくさいな。荷物どこだ。ね、どこにいるんだろう。あれ、え、外なんだ、こっちは。外出れるわ。ね、どこだ、荷物どこ、あれ、あ、もういない、先輩。え、早っ、ここか。ロッカーに入れるとこあるじゃん。あー、これね、なんか、あ、あ、少な。これだけ。必要最低限のものしか持っていけないな。ちょっと最低限すぎるね。はあ、よし、じゃあ行くか。ウィース。ん？わあ、仕事始まる。仕事始まる。わあ、やだ。え、もういるやん。なんか普通のおじさんだけどなんか。なんかちょっと。着方がね。ずれてるんだけど。ずれてるね。軸がぶれてるな。出直してこいよ。おお。あ、すごいすごいすごい。下半身だけは絶対に動かさないタイプ。なるほどね。そう、だからボタンがあれなんだ。あ、はいはいはい。あはは、やばくないこれ。やば、鶏じゃん。鶏だからなんか。下半身だけは絶対に動かしません。これ何するの？え、なになになに？これどうすればいいの？とりあえず話し合えるってこと？チラーズコーヒーと言ったか。知らず恋と言ったか、恋洒落た店は初めてだな。どうも落ち着かない。世界線が。この店は何か変だよな。娘が好きみたいでよく読んでるから来てみたんだが、飲み物は君に任せるよ。ああ、二つお願いするよ。お飲み物が、お飲み物がお二つでよろしいですか。ああ、それでいいよ。それにしても本当に不快だ。こんなものにこんな値段するのか。めちゃくちゃ不快だなって言った。うん、うわー、最低だな。ほんまに不快やわ言うてる。適当なの混ぜて飲ませるぞ。二つ適当、何でもいいんでしょ。でも何でもいいらしいよ。でも何でもいいんだよね。あ、でも ラテとコーヒーらしいよ。はあ、言ってる割には人手がやってることは違うな。いや、ちょっと離れたことないよ、コーヒー店で。うん、どうすればいいのない、ね、これ。これか、コーヒーディスペンサーか。コールドカップ、ホットかな。まあ、でも寒いからね、まず。コーヒーだからね、まずね。うん、入ってるのこれ。直でいいの。ああ、カップね。これで完成。あとラテ。ラテ。ラテってどうやって作るの？牛乳入れるよね。ああ。しか知らない。コーヒーに牛乳入れればいいだけ。ああ、そう、そういうことじゃない、多分。あ、そういうこと。なんか、うん、いや、それでやってみよう。別に、そうしよう。別に飲んで死ぬわけじゃないさ。ね、死ぬわけじゃねえから。そう、いいんだよ。あれ、カップ、うん、プレン、うん、うん、え、何、何してるこれ、はい、な、何入れてるこれ。ミルクピッチャーとか牛乳。あ、いた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 。あ、いた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 。で、おお。で、あとはコーヒーじゃない？コーヒーか。そうそうそう。で、うん。うん？
あれ？ちょっと待って。できてない。組。あれ？どうすればいいんだ？カップ置いて。いけるか。できた？あ、できたっぽい。いけてる？いけてる、いけてる。よし。多分ラテ。多分だ。お、なんかめちゃめちゃ。コーヒーと多分ラテどうぞ。コーヒーとラテを多分どうぞ。うん。どうぞ。おい。あれ、話しかけるじゃない？ああ、そういうことか。こうか。多分。ん？あ、これじゃない？ん？これじゃない？ああ、オーダーステッカー貼っとけってこと？うん。ああ。どっちかどっち？なんかビビりつった。おお。コーヒー。え、どっちかどっち？ああ、なるほどね。これがコーヒースチームミルク。うん、これを、パッてある。あ、おし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 。ああ。手長。ちょっと大変だね、これ。オッケー。お待たせしました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。消えろ。あ、消えてた。レシピここに書いてあるや。合ってたのあれ。合ってたんかな。コーヒー。お、合ってる。おお。素晴らしい。いやでもやばいね。ソルテッドルテッドルテッド。ソルテッドキャラメルモカコーヒースチームミルクキャラメルシロップ長すぎだろこれ。やばい、無理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 、覚えられないこんなの。じゃあ何、もしさ、うん、スタバとかでさ働くってなったらもうこういうの全部覚えなきゃいけないわけでしょ。そうやばいね。あ、ねこれ証拠じゃない。あ、サラン。サラン。名前雑。ちょ、じゃあすぐ読んでこれ。知ってます、ストーカー事件増えてるんですって。怖いよね。私なんかほらこんな感じだから気をつけないと。男の人みんないつも見てくるから、私もね。あなたも。まあ私ほどじゃないけど気をつけたらいいわ。あ、そっか、この店員、うん、そっか、女性か。そうだよ、そういえば。か、注文はダークモカチップチラペチーノ。あ、チラペチーノなんだ。何それ。フラペチーノのあれじゃない？なんでチラするんだ。僕もね、ダークモカチップフラペチーノは好きです。結構飲みます。ブレンドアイスコーヒー、くれるわけだ。うん、ブレンドアイスコーヒー、ミルク、チョコレートソース、ココアパウダー。ココアパウダー、じゃあココアパウダー覚えとくわ。うん、ココアパウダー1個だけ。1個だけかい。氷、あ、氷も必要だよね、フラペチーノって。氷は、え、フラペチーノって氷必要じゃない？アイスって書いてある、ブレンドアイス。あれ、あ、ブレンドアイスがあれか。うん、多分これだよね。氷をすくう。うん、これかな。ブレンダーに入れて。あ、違う、早いかも。まあいいんじゃない、そのまま放置してて、できたら。ん？氷もある。ん？ブレンダーカップ2つある。ああ、こういうことか。ああ、はいはいはい。はいはいはい。はいはい、入れます。うん、で、なんだっけ、とりあえず牛乳でしょ。ココアパウダー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 最後だからね。最後だよね。そう。あるやん。あるあるある。あれ？取れない。なんで？あ、最後にって感じ。順番通りじゃダメってこと？はいはいはい。ちょっと待って。あ、コーヒーもいるよね。うん。え？ちょっと待ってね。あ、そこに直で入れるの。いけるっしょ。あ、こぼれてるこぼれてる。こぼれてたけど。あと何だ。待って。あと何だ。なんだっけ。アイス、コーヒー、ミルク、あ、チョコレートソースだ。チョコレートソース。チョコレートソース。これ持ってこうか。うで、え、ああ、え、今ので入ったとか。今ので入った。今ので入ったのか。ちょっとこれいらないんだけど、捨てたい。ね、2つあるね。じゃあ捨てたい。いらない。ちょっと待ってね。捨てたいんですけど。捨てれないね。待ってるよ。ちょっと待って。早くしてくんないかな。早くしてくんないかな。
ココアパウダーが取れないんだけど。入れるんじゃない、もうそこに置いて。え、あ、ここに置けばいいのか。うん、多分入るでしょ。あれ入ってない、入らないわ。入らない、うん、取るものがあるってこと。なんかある、なくね、ないね。ないぞ。いや、コーヒーのカップに、あれは、あ、こっち、うん、そう、こうか。どうせ最後そこでしょ、コーヒーのカップでしょ、ね、とりあえずこれを、え、コールドカップ。あ、できた、できた、できた、あ、できた。おー、おー、コーパウダーめっちゃ入ってるけど大丈夫ですか。1,2,3,4,5,6,7 個入ってます。オーダー見捨てますけど。コカパウダーマシマシじゃねえかよ、これ。まあいいか、いいか、まあ、うち、だから、うん、コーヒープラスラーメンみたいなもんだから、うん、そうだね。マシマシもあのおまけです。これやばいな。僕たちのあれです。ちょっと待ってね、おまけです、おまけ。ちょっと待って。ここの俺たちの位置。絶対絶対そのココアパウダー溶けないからな。よし。オッケー。アイスで冷えてるな。うん。これはコールドカップの蓋。どうぞー。ストロー？え？あ、ストローと、あ、ココアパウダー入れすぎ。ブブーって言われたわ。でもココアパウダー入れすぎじゃない？入れすぎたね。いや、むずいよこれ。まず氷、氷すくう。ワンタップでね、入ってないと思う。ワンタップで、そう、もう仕方ないから。待って、順番をしっかりしよう。コーヒー、うん、ミルクだね、次で、ミルク、はい、で、チョコレートソース、プッシュ、うん、で、ココアパウダー1。これでどう？これ完璧じゃない？うん、あ、カップね、あと。よし、そのまま提供しに行く。あれ、あ、よし、これいけるっしょ。氷、コーヒー、牛乳、チョコレートソース、ココアパウダー、完璧だね。うん、オッケー。ブブ、オーダーステッカーさっき貼った？え、いや、おい？ちょっと待って。ブブーって言われるんだけど。なんで？あと何？ミルクアイスか。ブレンドアイス。あ、氷ってもしかして。ブレンドアイス。あ、最後ここでやんなきゃいけないのかな？あー。あー、そういうこと？もう、めんどくせえ。めんどくせえ。5分はかかった。ね、まだやっと分かったよ。まあね、やれば慣れちゃうからね。で、最後に混ぜればいいでしょ。うん、うん、オッケーオッケー。これでやっと仕様が分かったわ。うん、3度目の正直だ。うい、いいね、完璧でしょ。きたきたきた、これでいきます。うん、あれ、蓋、はい、はい、完璧だ。お、来た。あ、あれ、え、取ってった？え、もう、もう勝手に取ってったんだけど。早すぎだろ。早、遅すぎて怒ってった。やばいやばい、めっちゃ団体来た。やばいやばい、ちょっとほぼバイト初日なんだって。ドライブスルーまでやんの？うわ、ほんとだ。ちょっと大変だ。うわ、学生だ。帰れ帰れ。おい、老けすぎだろお前ら。学生にしては老けすぎだろお前。お、特にお前、おじさん混ざってるぞ。黄ばんでるけど顔。お姉さん、あら、お姉さん、ほら、抹茶ケーキ。おー、ちょっと濁点が入ってないだけだ。はい、はい、すぎる、はい、すぎる。次、俺だ。いや、俺だって、おい、それだけど、もう。アイスグル、じゃあ俺は抹茶クリームシラペチーノ。さっきと違う人じゃねえかよ。お前いつも飲みきれないじゃん。だから俺とシェアしようぜ。確かにそれはいいな。そうだ。俺もやんな、俺な。
もう最後の3列3 2人目からもう全員もう聞きすぎてんだけどエッジが、はい、お前さっき頼んでいいぜブメグエッジキスコガでキスココはお前マジかよ今お金なくてよいのよいのお前波声すぎて本当何も聞こえ。でもいいから言っとけよ。こいつお金持ってるからさ。ダースベイダーいいんだろ。本当はホワイトモカが飲みたい。いやそこまではいいよ。しかたない。頼むで俺様が怒ってるのだよ。でもいいね、アメリカンワッフル。ワッフルな、うな重は、うな重食いたいな。ねえよ、帰れ帰れ。二人ともありが。なんか音聞こえなかった？君だろう。音はどんな音だよ。てすぐる全然喋んねえじゃん。ねえ、楽。いや、なんでもない。本当にありがとうね。まあ気のせいだろ。そんな時もあるよな。来た。ずっと悩んでたんかこいつ。そう。喋ってない間ずっと悩んでたんだ。お会計はどうされますか。一緒だよな。こんな。うわ覚えてねえ。パンプキンケーキ、アメリカンワッフル、アップルパイが一つずつ。多分これだよね。うん、だよね。じゃあケーキ、パンプキン。おお。全部覚えてるんで、これ誰だもんね。さすがですね。誰？そうじゃあお願いします。多分全員。ハモってるんじゃない？ 4 人で。なるほどね。4人でハモってる。多すぎえ。抹茶シフォンケーキ作るあれをね。うん。でもさ、どこにあんの？あ、これか。抹茶シフォンケーキ。うん。まず食べ物から行こうか。抹茶シフォンケーキから行きましょう。食べ物かじって待っとけ。あとで飲み物作るから指くわえて待ってろや。そうだよ。はい、抹茶シフォンケーキ。あれ？あ、皿か。まあ紙袋ね。あ、これオッケーね。抹茶シフォンケーキ。あ、ペタシールね。え、なんで？素手で取ったから。んなことないやろ。衛生管理とかゼロですから、うちは。どういうこと？抹茶シフォンケーキ。あれかな、お皿ないですか？でもここ、なくない？うん、これしかないよね。ちょいだけその下はコングは？これ？トング。うわ、触れない。あ、触れないんだ。え？そこでは貼れないの？あ、いや、貼れてないよ。貼れない貼れない。貼れてないな。じゃあダメってことか。おい。なんで？意味がわからない。あ、どんどん商品無駄にしてて。じゃあ分かった、もうちょっとこっち作ろう。抹茶クリームチラペチーノ。慣れてる方ね。うん、慣れてる方からね。そっちから行こう。抹茶クリームチラペチーノ、うん、ブレンドアイス、ミルク、抹茶パウダー、ホイップクリーム、オッケー。うん、これやります、うん、大変だな。うわ、めちゃめちゃあるね。氷。抹茶パウダー、ミルクもある。ミルクだよね。ミルク、抹茶パウダー、オッケー。で、最後はホイップ。
はい、ミルク、抹茶パウダー、ホイップうんホイップ、あ、こっちか、うん、チュッ、あれ入ってない、入ってないね、どうするんだこれ、どっかに置いてれるの、うん、うん、書いたかな、どうするんだこれ、これ、え、これ、え、あ、最後に乗せる感じか、ああ多分そうだよね、よし、こうやってコールカップ乗せてやって、あ、いけたいけたいけた、おー、うわ、音すごで、これが抹茶クリームチラペチーノ、うん、あ、来た、オッケー、おー、なに、もう、取ってたわ、勝手に、飲みな、飲みなホワイトモカ、よし、モカコーヒー、スチームミルク、ホワイトチョコソース、はい、うん、コーヒー、コーヒー、スチームミルク、ホワイトチョコソース、パウダー、コーヒー、コーヒー、コーヒー、チョコレートミルクやめろなんだっけ、忘れたわ、これじゃない、ホワイトチョコレートソースじゃない、あー、そうそうそう、コーヒー、ホワイトチョコレートソース、これで完璧でしょ、で、まだあるでしょ、パウダーは、え、いや、パウダーいらないよ、いらないか、ホワイトモカはいらない騙すなよあ、待って、これ、あ、ミスった、ホットだ、これ、あー、やばい、ホットだ、もうめんどくせえな、これ間違える以前のものやだな、ね、今のは、うい、カップ、はい、で、チョコレートソース、ホワイトね危ないな危ねえな、マジで温めて、はい、やって、え、2回入れてない今、え、いや、入れてないよ、押してない、押してない、入れてない、うん、あ、ほら、ほんだろ、で、出して、やって、これ、ステッカーあって、オーケー、よし、ソルテッドキャラメルモカ行こう、うわぁ、なんだそのシャンティーな、これがコーヒー、スチームミルク、キャラ、あ、これが一番多いやつだ、うん、コーヒー、スチームミルク、キャラメルシロップ、ヘーゼル、ナッツシロップ、チョコレートソース、めちゃくちゃ入れるな、ヘーゼルだって、ヘーゼルね、ヘーゼル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 、ナッツシロップコーヒーチョコレートモカ、絶対違くない？いや、もう覚えてないよ。チョコレートソースちょっとダメよ、よ、いや、チョコレートソース入ってる、ほら合ってるね、キャラメルシロップ、ヘーゼルシロップ、チョコレートソース、そうそうそう、ヘーゼルシロップ、ナッツシロップ、チョコレートシロップ、はい、ヘーゼルナッツ、キャラメルあるよね、うん、チョコレートで、チョコレート、あぶねえあぶねえ、合ってるかな、合ってんじゃない、さすがに合ってると思うけど、合ってるか、うん、オッケー、これが、はい、よし、完璧、うん、こいつが全部持ってってんだね、あ、あとこれだけだ、え、ここが問題なんだよな、え、マジで分からん、紙袋を手にしてからってこと？最初。いや、拾えない。そもそも。拾えないんだ。うん。まあ、人数分とかでもないか。一つずつだもんね。うん。アップルパイ。あ、全部入れるってこと？あ、そういうこと？一気に。あるかもしれん、それは。うん。それあるわ。ね、シフォン、メロンパン、カレー。やめろやめろ。これでしょ？あ、違うわ、え、違う、あ、じゃあ全部もう詰めとこう、とりあえず詰めちゃおうか、詰めよう、
やる。はい、これでいけるでしょ。これがアップルパイ。お、来た。お、来た。なんか知らないけど、なんでこれはいけんねん。アメリカンオフル。あ、いけたいけた、うん、なんだよ、よしよしよし、さっきのなんだったんや。順調。パンプキンケーキ。あ、いけた。よし、帰れ帰れ帰れお前ら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい団体行動が。貫通してた。やば。てかあのおばさん帰ってったね。はいやはいやお、はいや、もう加速とか結構待たせている。え、これはドライブ。あ、違う。あ、こっちか。あ、いないわ。いないか。後ろ。え。誰、帰ってくれ。あ、そういえばこれさ、見ろって言われてたね。お、うん、取る。紙袋。うん、はい。これさっきのシーン。いや違う、あのチュートリアル。あー、なるほど。これ見てなかったんだよね。見てないから分かんなかったんだ俺たちは。あれ、そもそも見てなかった、これを。うん、オーダー取ります。うん、もう見たことだからね。まあやったことだからね。そう、やったことだから、まあ、一応ね。いいな、この BGM。 いいな。うん、落ち着く、落ち着くわ。まあいっか。うん、まあ大丈夫そうだね。うん。おお、おお、すごい、なんか警察っぽいね。おじさんだ。八作さん。八作さん、やてよ。おお。外国人だね、今の。ラテよ、ラテよ。ラテだから、これとミルクだよね。スチームミルク。うん。チェー、簡単なのでありがたいね。ありがたいっすね。こればっか来てくれればいいのに。それ手長い。なあ、俺は探偵だ。探偵か。おう、怪しい奴を見かけなかったか。最近事件が増えて依頼が殺到している。お店で何かおかしなことはなかったか。ドゥンドゥンドゥン。いえ、特に。何かあったら電話してくれ。まさかのスパイ。スパイじゃないこれ。トラブルに巻き込まれたくない場合は早めに閉店することをお勧めするよ。アドバイスありがとうございます。あれ、黄昏でしょ。黄昏か、うん、変装してるよ。でもそれはスパイなんだよな、黄昏は。あ、お、磨くんだ。これあれだね、あの、うん、地獄戦闘の時も磨きあったよね。あったね。掃除ね。うん。見たよ、これこれ。よくわかんないよ、これがついてるんですね。床を吐く、切ったら。うわ、絶対あの学生のフケ。フケが赤すぎだろ。フケココアパウダーなんか。そうだよ。うわ、このおばさん汚してったな。うわ、あと2箇所。あと2箇所。お、こんなとこ人いたか。赤。え、あ、うん、トゥトゥトゥ。いやトゥトゥトゥじゃないこれ。なになに、赤座の、赤座の音だったじゃん今。トゥーン、冒頭のやつね。そう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 。トゥーン。なんだこれ。え、どうすればいいんだこれ。あれ、倉庫。
あ、停電だからってこと？停電なんだ。別に雷も落ちてないのにね。ね。ブレーカー切れた？あれ？ブレーカー切れた。落ちた。落ちた。ポチた。おい、電池。おい、おい、電池。おい、電池。おい、おい、電池。あ、これか。あ、これか。ついた、ついた。お。ん？ん？牛乳。何ここ？わかんない。トイレ？めっちゃゴミ落ちてるよ。ああ、めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてるよ。え、なんでこんな急に落ちてんの、ゴミ？牛乳だけめっちゃ落ちてるね。ね。うん。捨てれない。捨てれないんだが。あれ捨てれないけど。掃除道具は片付けられないの？ああ、先に？うん。時に使ってないけど。ね。あ、もうトイレ掃除終わるのにね、トイレ掃除できなかったね。うん。入ってて。あれ？どうせいいのこれ。ね。次のあの学生来た時に入れてやるか。ええー？落ちてる冷蔵庫入れんの？明日出した子ね、客に腹を下させる。やばすぎだろ。ん？何これ、どういう、知らない天井だね。ペッ病院のやつよくある。落ち着いて聞いてください。あれ戻った。家だね。バイト行くか。バイトがこの家のある意味だよね。ね。まあでも結構良くない？これ何階？3階くらいか。結構いいじゃん、ね、高いとこ住んでるね。いや4階だ。4階角部屋。いいとこだ。結構いい。ザ・マンション。それはね、マンションですね。俺これもう、チアンじゃねえかこれ。ほんとだ。チアンじゃん、いちごミルク。チアンだ。エモン、スウェット。まんまだけど。まんまだけど。クチャ。ね。これ、デカビタでしょ。あー。ピスウォーラー。GG レモンだ。ほんとだ。GG レモン。ソントリー。あいつもういないか。いないね。さすがに仕事にゴー。毎日仕事してるんだね。え、大変だね。大変だこれ。大変だ。裏から入っちゃおう。自分の荷物を片付けて先輩に話しかけるらしい。うい、先輩、おいっす。おい、マジかよ。また遅刻かよ、寝坊か。え、遅刻してる。いや、すいません。てか、すいませんじゃないって。2回目だぞ。やばいやばいやばい。あ、もっとやる気出せよ。サンナの俺でさえこんなにしっかりしてんだぞ。ママに起こしてもらえないのかよ。サンナ、すいません。え、こいつ逆にママに起こしてもらってんの。ジェームズ。おお。カフェとアメロリカ、ワッフルとアップルパイと、なんかカラメル、キャラメル、お願いします。申し訳ありません。もうちょっとゆっくりお願いします。すいません、早すぎます。妙だけど。コフィーとアメリカンをカラメル、アメリカンです。注文以上です。注文以上です。あ、善良な人だ。うん、ただのコーヒーだね。楽だ。 Thank you。 いいね、やっぱおじさんとかになるとね、本当にコーヒーだけなんだね。うん、ラテとかね、ありがたいよ。ガキが来るとね、なんかシャレたの頼んでくる。アメリカンはフルとアップルパイ。おい。おい。おい。
一瞬だ。キャラメスコーン、うん、アップルパイ、アメリカンワッフル。あたした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。日本語お上手ですね。お上手ですね。ありがとうございます。見てわかれ。日本に住んで15年以上経つんです。死んだらたたるぞ。そうなんですね。長いですね。私は毎回コーヒーを頼むのですが、最近味が違うことがあるんです。おお。大丈夫ですか？え？お姉さん、ここは何か変ではないですか？え？このお店は何か例の匂いがする。呪霊かよ。あそこにいる彼は知り合いですか？彼？誰彼って？ん？どこを見てる？誰？あっちやって。どこを見て言ってるんだ？いなくなる。私の気のせいだったのかもしれません。もしかしたらお姉さん呪われてるかもしれませんよ。払ってくれよミゲル。はたまた私が呪われてるの。10分ジャック、10分ジャック。なんて、はっはすいません、もう行かないと。ブラックジョークが過ぎるだろこれ。ではまた。てててててんてれんてん、あ、いったわ。動画見てくれてありがとう。あー、いっちゃった。え、これワンオペで回してんのか。大変だね。ね、一人だ。一人は辛いよ。でも一人は寂しいよ。死ぬ時はいつも一人だからね。死ぬ時は一人で。お、貫通。怪しい。片方開いてんのにもう片方開けてくるんだ。ね、気に入らなかったんか。無言でこっち注文した。おいおいおい、居酒屋無言で座りに来るやつだそれ。立ち飲みに牛乳増し増しだ。バニラチラペチーノの牛乳増し増し。牛乳。ブレンドアイス、ミルク、バニラシロップ、バニラパウダー。うん。ミルク、バニラ。そう、バニラ。ミルク、バニラ、バニラ。あ、くそ、なんか覚えられなさそう。ミルク、バニラ、バニラ。ミルク、バニラ、バニラ。ミルク、バニラ、バニラ、バニラ。ミルク、バニラ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 。ミルク、バニラ、バニラ、バニラ。ミルク。ミルク、バニラ、バニラ、バニラ。ミルク、バニラ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 。ミルク。バニラ言いすぎて分かってないじゃん。バニラ、バニラ、バニラ。ミルク。うん。ミルク。バニラパウダーとシロップ。バニラシロップ。バニラパウダー。パウダー。そう。はい。に。に。牛乳ね。おい、え、どういうこと？押してるやつだかな。とりあえず入れればいいって感じ。チラペチーノだからコールドだよね。うん。はい。やって牛乳。こういうことか。牛乳。ああ、はい、はい、腹下しセット、腹下しセットでーす。あれ、あ、蓋できてなかった。あ、ちょ、あれ、オッケー。ん？どういうこと？何が違う？中身が合ってる。ブレンドアイス、牛乳、バニラシロップ、バニラパウダー、え？まででいいんじゃない？何が違うん？だって、あ、そのまま出せばいいってこと？なんだっけ、そもそも。ん？バニラチラペチーノでしょ？うん。
牛乳マシマシじゃなかったよね。え？牛乳そのままってこと？え？変な注文すんな。待って。とりあえずブレンドするやん。うん。で、牛乳入れるでしょ？うん。入れた。バニラ。バニラパウダーとりあえずこれでいいのかな。これで一回出してみようか。うん、ほい、これをこれを渡すと。あ、いけたいけた。牛乳って何？牛乳単品？単品かな。そのまま、そのままやればいいか。ああ、お、そこに入れて良さげ。お、いけた。これでいいんか。お、あ、来た。あ、オッケー、いけ。へえ、牛乳そのまんまなんだ。うわ、また来たよ。家族連れっぽくない？なんお父さんみたいな感じ。あ、でも若い。若、ちょっとイケメンじゃないか。ね、ちょっとかっこいいね。君かわいいね。連絡先教えてよ。あ、あの、ガチママ。君のハートなんてね。はは、そうだな。君のおすすめがいいかな。てか君、何ちゃん？名前教えてよ。おすすめは期間限定のダブルチョコレートフルチラペチーノになります。そっか、名前と連絡先は？ほら、俺ってイケメンじゃん。だから結構モテちゃうんだけど、今がチャンスだよ。あ、嘘の連絡先も教えられるんだ。まあ、ダブルチョコレートチラペチーノにしますね。人が下手、ん？人が下手に出てあげてるのに、その態度なんだよ。しらげだわ。もう帰ろう。で、帰らないと。ん？え、なになに？多分あれじゃない、待ってんじゃない、商品。結局え、ないよ。あ、店内合わせ見て出てたね。え、なんかいんの？何かがいるっぽいよね。おお、え、何今の。急すぎて。ちょっとゴミ出します。ゴミまとめてくれたんだ、あの人。あの人がゴミまとめてくれたんかな。ただのナンパしだったかね。うわー、ひどいな。捨てるとこあるのに。ガシ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 ね、やばいね。ね、捨てるとこあんのにさ。なんだこれ、写真？ああ、撮られてる。ほんとだ、やだ。あ、これ、この人ヤンキーなの？え、待って、うん、おかしくない？うん、急に向かってくるんじゃない？キュッパー。おかしくない？これ、え、おかしい、おかしい。なんでエンジンかけていいんだよ、あそこに。ナンパ。おお。おお。え、これもうリアルに怖いやつやん、これ。ん？声するね、隣の人が。ワイワイしてるね。ワイワイしとるわ。いやー、ストーカーってリアルに怖いですからね。ストーカーな、うん、されたことないからわかんないな。まあ、僕に関しては追っかけがね、いっぱいいますけど。うわぁ、びっくりした。あーんじゃないんだよ。はい、すぐやってよこれ。ちゃんと前見て歩きなさいよ。うわぁ、ムカつく。まったく最近の若い人と来たらムカつくな。お前どっか行けよ。子供は
裸やん。うわ裸やん、これクリスマスでしょ。極寒の寒さ鍛えてるんだろ、修行僧を。やばすぎだろ。修行僧にさせるつもりだ。なるほどね、代々そういう家系なんだ。レッツゴー、仕事にレッツ。ん？ん？何あの車？あ、ストーカー視点？ああ、なるほどね。めっちゃ見てるやん。絶対あのスマホ届けたやつやん。いや、わかんないよ。バイト先の人かもしれない。サンなの。あ、実は？実はね、そう。帰ったと思いきや。さっきいなかったじゃねえか。今日は初の閉店までのシフトだな。いつもじゃないの？いつもそうだよね。ね。はい、夜は変なお客さんとか来るんですか？まあたまにいるよ。そんなことより仕事に集中しろ。やることはいっぱいあるんだから。実は私ストーカーに会ってるかもしれなくて怖いんです。はは、誰もお前なんか興味ねえよ。言ったな。なんか、なんかあったら俺が助けてやるよ。はは。そっち仕事場じゃないけどね。どこに、どこに逃げてるんだ、ね、これ、あ、これだ。あれなんだ、あれ何、ストーカーの、いや違うでしょ、あれ先輩でしょ。あ、バイト。うわー、でもせ、うわ、太ってん、うわ、ブス、最悪。ああ、もう最悪だわ、もう接客する気ですか。うわ、もう一番最初のやつないんだけど、ほんとごめん、取れてくわ。キャラメル頼んどいて。オッケー、すぐルキです。ルキかよ、これ。これはこれ誰にする、これ誰、マユミ、これ顔見にしとく。おっぱい、おっぱいでかいしね。一番おっぱいでかいから。一番前のマユミっていうの、うん、一番前がマユミ。じゃあいいよ、やって。私はシナモンロールとチュロスとコーヒーホイップ追加で。そんなに食べるの？お支払いは別々ですか？一緒でいいです。私は抹茶クリームチラペチーノとガムミちゃん。へえ、今寒いよ、死ぬよ。ルキ、あんた時期考えなって。余裕だって。あーしとマリンなんて言ったっけ。キャラメルって言ってなかった？キャラメルマキアート。いや、チラペチーノの方でしょ。もうだからそれ死ぬんだって。死なないよ、それはあんただけだって。んー、もう、じゃあお姉さん決めてください。それではキャラメル巻き合うとホットでよろしいですか？おー、おお、そうね、カムミ大きくなったな。うん、大きくなったね。大きくなったなね、なんか金太郎みたいな体で。やばい、うわ、成長したね、成長したね。本気で食べ過ぎた、ね、本気でやった、本気でやった結果かね、ね、ミルク、ん、ミルク、うん、あれ抹茶パウダーか、うん、抹茶パウダー、抹茶パウダーで、コールドカップ、ふい、からな、ホイップクリーム、ホイップクリームなんてね、食べてるから取るんだよ、むしゃむしゃしてますから、本当に。コーヒーホイップクリーム、コーヒーにホップクリーム、うん、ホップクリーム入れて、わあ、糖分の塊だ。お上がりよ、お上がりよ、キャラメルマキエロ、
キャラメルのトゥルルトゥ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 、あら全部かわいいよ、いいして、コーヒー、スチームミルク、キャラメルシロップ、キャラメルソース、うん、スチームミルクね、ほい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 、あれ、これ誰のだっけ、え、これ誰、これ誰の、これマツコじゃない、ああ、うん、マシマシにしとけば、いやさすがあのね、いやでも嬉しいね結構嬉しい、マシマシにしてもらえると。あとはロールケーキとストロベリーチュロス、うん、うわー、でかっ、ロールケーキ、ロールケーキと、これ明日太るな、太るな、明日太るよこれ、これか、オッケー、こちらがストロベリーチュースです、そしてロールケーキです、全部株見受け取ってますけど絶対お前が全部食べるだろうね、めっちゃ離れてるけど、ああそういうことか、まさに、ありがとう、今お金返すね、うん、ありがとう、ねえねえ今日一緒にバス乗ってたおっさん、めっちゃキモくなかった？で、私のおっぱい見てきたんだけど。あーねね、なんかやばい人ばっぽかったよね。降りるとこ間違ってマジよかったよね。確かに、あてもさ。マスコップ。あの人もやばい人っぽくなかった。ほら、知らずの外にいた人。あー、うん、なんだこれ。鼻息やばかった人ね。そいつもマジやばかったってか、ってかなんか怖くなかった？今もいんのかな怖っ、私狙いだったらどうしよう、怖い、私のおっぱい絶対狙ってるよこれ、あんたじゃないから安心しなひどで、こ毒舌ポジが変わってるなんか、なんていうのこれ、でもさ、マジの話、警察とかに行った方がよくない？ああ、でもそう、別にそんな会とかないから、まあ変に言って恨まれても怖いし、まあやっぱ触れないのが一番かなまあただの変な人ってだけかもね、時々いるじゃん変なやつもう会話で終わりそうだね、おお、ね、おお、急に帰るやん、急に帰るじゃん、ごめんなさいね、お待たせしましてすいませんね、ラテを一つ天竜さん来た、だってですね、370円になります、370円、10円玉が4、5、6、7枚いった、あと100円玉が1、2、2枚しかないな、270円では無理だよな、仕方ない、今日は諦めるよ、かわいそう、あと100円なんですよね、俺出しますよ、言った通り言うじっすでも困った時はお互い様っすから、うちの親父がいつも言ってるっす、言った通り言うじっす、今日寒いしあったかいものも飲んだ方がいいっすよこんな俺なんかにありがとう気にしないでいいっすよいいっすよならありがたく頂戴します本当にありがとう天竜さん、そんな金欠なんか、あ、そう、あ、違う、そういえば姉さんって霊感ある？あ、まあ結構呪術師として、活動もしてますけどもはい、そうかい、ならいいんだ、呪術師に囲まれてますよ今あなた、動かせないんだけど、あ、いけた、え、あ、お姉さん、俺バニラ洗ってね、てかお姉さん一人っすか、いいっすね記録でうざうざいな、何急に仲良くなるじゃんこいつら、
いやなんか一心同体になってるんだけど。おい、ちょっと左手の位置まずくないか。左手の位置って結構なんかもっこりしてる、ね、もっこりしてんな。おいおい、急に仲良くなりすぎだろお前ら。おい、ちゃんと触るなよ。うっす、いとこの優術、いとこの優術、興奮してるっす。気持ちいいからやめろよ。気持ちいい。ありがとう。こんな、あ、エースのセリフ忘れちゃったよ。あの、愛してくれてありがとう。そう、触ってくれてありがとう。うっす、全然触るっす。触るユジス。バニラの おじいちゃんなんて言ったんだろうな。ねえねえ、触れって言ったの。触れ。ユージ何をやってるんじゃ。触れ早く。お前は一人でも多くの人のあれを触れ。お前昔から体が強いからの、もう触れ。バニラショップ、ちょ、かわいくてごめん。お、いない。お、いない。いない。一緒に帰るよ、そこまでやったんならさ、ね、うわぁ、冷めてんな。あ、終わった。あ、来た、テーブル拭きタイム。おい、こっからまたストーカータイム来るよ、これ。うん、絶対いるよ、これ。あ、雪降ってる。お、うこいつら、うわ、ここはルキだ。ここがマツコね。マツコ。いや、ひどいな。ひでえな。相当 やらかしてたな。ね、うん、なんで片付けねえんだよこいつら。マジでムカつけな。あるやん、ここに。ね、え、てかさ、毎回ここにさ物あるけど、うん、ここにいるやつがいるのか。お、なんか今何ブーってレンジ。何レンジやな。アイス。あ、なんだこれ。あ、これ、ああ、あ、どうも、イトドリユジス。いや、違うな、これ誰だ、誰だ。え、やだ、キモい。監視カメラの場所的にはドライブするじゃない。ああ、おい、誰だあれは。行くぞ。いないな、そうだよね。そうだよね、いないよ。え、え、お、消えた。ああ、消えた。ここだよね。ああ、なんだこれ。お、初めて会った日、そう、あのチラズで彼女を僕に笑いかけてくれた。一輪の花のように彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日もいつものように周りを照らしているのだろうか。あ、乙骨ユータの破れた。気持ち悪い。お、12月何日まで来てくれん、これやるんだろうな。ね、うわ、なんだ、なんだこれ。梅干し張り込みしてね。この梅干しがでけえな。何これ、どういう状況。これ白いのもでっかい白米でしょこれ。ああ、え、お、お客なんすか。ん、不気味な文章。不気味な。イントネーションいくか。え、不気味なじゃないの。あ、そっか。彼女のことを一番よく知ってるのは僕。お母様やお父様の次かもしれないけど、そのうち本当に一番になるよ。彼女から話しかけてくれた、うん、僕の携帯を拾ってわざわざ私に来てくれた。あ、やっぱあいつだ。やっぱり僕と同じ気持ちだったんだね。僕たち両思い、今日は付き合った記念日になるね。やだー、
キモい。一目惚れだったのかもしれないな。やだー、キモい。あ、取れないの？取れない、取れなかった。ええ、もうコアヒーよ、コアヒー。わ、雪がトゥン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 だ。トゥン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 トゥエイペックスしてる、車線切りの。車線切ってるね。これ最終アンチで、ソロのやつが最後の。ああ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ハイドね。あ、そう、ハイド。あ？あれ？車が使えない。あ、エンストしてる。エンストしちゃった。あれ？バスに乗るしかないな。ちょ、手入れできてないんじゃないの？ん？なんかいなかった今。地球のせいか。いやいや、もうさっきのおばさんみたいに急に来そうだから、うん、キュンっつってシュン、はぁーって言ってたよね。そう絶対ボイスの収録間違ってると思うけど、あれバスを待つバスを待つバスを待つボイス VT。 お、来たバスだ。え、なんか怖いんだけど後ろ見んの。え、後ろ見れないの？見れない、ここまでしか見れない。ああ、なるほど。おわっし、遅っ、足遅っ、急に乗るやん。うっす、おお、おお、なんか怖い、なんか怖ひ、なんか心臓の音しない？心臓の音するね。なんでこいつこんな見てくんの？急に、ああ見られてたから心臓の音鳴ったってこと？ああ、そういうこと？ね、ん、あ、着いた。あ、着いたんだ。うわあ、何、うわあ、ああうっす、虎杖悠仁っす。あ、これ悠仁だったろあの青髪じゃないの？何、もうついたんの？え、ついてんのこれは。ああ、ついた、ついた、ほんとだ。草、草じゃない、木が雪化粧してるトイレ見に行けてないくない？結局トイレ、え、どういうこと？トイレ、いつもトイレ、そう。あ、うわ、びっくりした。うんだよびっくりさせるなよ、しばくぞ驚かせんじゃねえよ。トイレくらい一人でさせろよタグ、早く仕事しろ。もう一回開けれるこれ。あ、綺麗。クン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 。あれ、こっから脱出できそうじゃない？ね、ドライバー使って。え、絶対そうだわ、ね、絶対そうだわ。これ鏡でかっ。ん、でかっ。お、でかい、ね、鏡もでけえし。うわぁ、うわぁ、なになになに。で、これストーカーと同じ顔してるもん。ああ、でもそんなでかくなかったでしょ。いや、あ、しゃがんでたからさああ、なるほどね。まあ、とりあえずドライブスルーに。キャラメル巻き巻き、確かに無言で見てたのは怖かったけど、うん、悟るほど驚きはしなかったわいや、振り向いた時にそうこいつやんって思ってびっくりしちゃったそこまで叫ぶほどでもなかった。いや、ただの客かと思ったよ。一番今怖かったのはトイレのところだ。あ、本当にいると思わなかったから、うん、いつもそこ側の扉からなんでたんだろうね。
白い扉は。キャラメル巻き巻きアート。プルスウルト。おい巻き巻き。それマキだ。おいキャラメル巻き巻きアート。ブラザー。あと一つ。キャラメルスコーン。あと二つか。二つ。さあ、ちゃっちゃと回ってきな。バイバーイ。はいよ。はいよ。あの人のところまで行けないのこれ。行けない。行けないのかな。ああ、待たせてるんだ。よ、注文しないくせにね。注文しないもんこいつ。やだエペしてるんだって。やだ怖い。あそこのね、ドア開かないよね。これ何なんだろうね。ね、なんでなんだろう。いやだ怖い。先輩どこ行ったんだろう。しかもいないしね。おびっくりした。あ、えず意味だな。なんか見たことあるな。衣装やばくね。抹茶ラテを一つくださる。それとこのワッフルも一つ欲しいわ。抹茶ラテとワッフルを一つずつですね。ええ、この抹茶ラテとワッフルはとても美味しいわ。私いつもこの二つなの。いつもありがとうございます。こちらこそいつもありがとうね。息子も好きでね。あなた一人かしら。よかったらこれあげるわ。これ魔除けの石付きブレスレットらしいの。持っておくといいわ。テレビ通販で買ったの。とても効果があるみたいなの。えせー、遠慮しなくていいのよ。いっぱいあるから。今の時代通販があるから便利よね。あら、あたしたらごめんなさい。引き止めてしまってお願いね。寝る寝る寝るでのバサみたいな。全然違くない。あんなんじゃねえだろ。数珠みたい。バニラシロップ、スチームミルク、マッチットパウダー。うん。スチームミルク。抹茶パウダー。バニラシロップ。え？アメリカンワッフルにやってた、もしかして。オッケー、あとアメリカンワッフル、うん、てか帰ったね、あいつ。嘘、帰ったよ。本当だ。魔除け聞いた？いや、魔除けもらう前に帰ってった。へえ。このおばさんと話してる間に行っちゃった。姿勢いいな。みんな車で配りに。全然。お、早っ。アクセル全開でしょ、絶対。もう毎回早いな、こいつら。あいつどこ行った？監視カメラこれしかないの？ね。この角度しかないんか。つらないね。ね。へぇ。美味しそう。あ、いいな、うん、あ、いる。あ、何この若作りしたおばさん、うん、ガリガリだ。アイドル。あ、アイドルなんだ。へえ。はい、すぐるお願い。え、あー、そっか、うん、お姉さん、めっちゃ可愛いんですよね。もしかしてアイドルとかされてます？ルキー。なんで語尾ルキなんだよ。さ、楽しくなってきた。もったいないんですけど。すいません、同業者かと思って。でもなんか生かした方がいい、絶対いいですよ。てか、私の事務所紹介しましょうか。連絡先を教えてくださいよ。江ノ島純子バレに性格変わるやんこいつ。そうそう、すいません、せんなちょっと。
そうですか。交換しても知りませんわよ。お、4人来た。注文はソルテッドキャラメルマカくださいのきん。ルキだけゴミになんかついてんだよな。いやでもあのキャラやるの楽しそうだな。うん、ね、羨ましいね。ブリコンは違うのか。あれは元気、あ、ブリコだね。ブリなのかな。ブリになっちゃうの。じゃあマツコは、あれは元気っ子だからね。元気だもんね。うん。うん、拾えてない。キャラメルシロップ、ヘーゼルナッツシロップ。うん。キャラメルシロップ、ヘーゼルナッツシロップ。うん、あ、なんだっけ、うん、チョコレートソースか。そう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 。うい。お上がりよ。お上がりよ。寒そう。歩き方が本当に。ドアは閉めない。姿勢どうにかならんのかあれ。車なんだ。ちゃんとアクセル全開。いないな。ね、来ないね。暇やな。ね。お、来た。もっと寒そうなやつ来た。もっと寒そうなやつ来たな、こいつ。あ、おい、え、キンモ。キンモ。戻ってるけど。チュース。今日暑いね。キャラメルチラペチーノ一つね。お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、服を着ていただけませんか。江頭みたいな。いいじゃん、ちょっとくらいさ。いや、法律的にアウトです。お姉さん法律が詳しいんだね。でも僕男だよ、上だけなら大丈夫じゃない。刑法第174条、刑法第174条、公然わいせつな行為をした者は今から場合その場合薬物の使用を疑われますよね。わかります。食い下がれよ、もうちょい。バイバーイ。曲がるときくねってやるのやめてほしいんだけど。あんな人でも車でちゃんと来てるね。え、あれ、ゴミ5つあんだけど。これか。うん、え、これトイレットペーパーだけど。ああ、ああ、トイレに、これはもう、あれじゃない。なるほどね、これ補充も兼ねてって感じかな。うん、うん、これ、さすがにないよね。またこれ開けたらいたら怖いけどね。汚くね、マジで。うわ、汚すぎだろ。あれ、いや、トイレ掃除のあれはロッカーにあった。あった。うん、あ、これか。うん、オッケー。いないね。いないね。キュッ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 。まあそこが汚れることあるんだ。キュッ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 。ういー。中じゃないんだ。ん？え、なにこれ？ん？え？なにこれ？え、粉あった？なにこれ？なにこれ？なにこれ？あ、なんなかったくない？うん、なんだ、うわ、お、うん、トゥートゥートゥー、また来た。赤座タイム。は？何これ。なんだこれ、なんかデジャブかわかんないけど見たことあるね。なんだこいつ。あ、ダークステッカーラッテ、あ、やばい、やばい、これは。ラッテ、いやー、かなりやばい、覚えてないよ。ラテ、これだ。いやー、これ見たことあるね。地獄戦闘もそうだったよね。もうそうだったね。ね。うわ。あったね。オッケー。え、なにこれ？ラテ、また？ラテ。
ラテ作り続けろってこと？ああ。なにこれ？あ、豆乳じゃないかこれ。豆乳。うわ、なんか黒いお客が。やばいやばい。呪霊か。呪霊だ。また来てる。ラテ、一生ラテ。ラテしか頼まんこいつら。一個しか作るとこはないからね。ね。間違えた。はい。はい。はい。ラテ。一生ラテ。ん？はい。え？何？マイナス一一。作れないの？わかんない。とりあえず作るか。え、どういうこと？え、置けないの？え、置いてよ。置いたらなくなってよ。どういうこと？え？どういうこと？怖い！やだ怖い、やだ怖い。外出れないもんね。ブレーカーもつかない。出れない。ん？あれ閉じ込められた。閉じ込められた。出れなくなった。あ、つん、つんだ。つんだ。積んだ。もうどうしようもないよ。積んだ。おい、出れないね。あれ本当に出れないんだけど、どうやったら進むんだろうね。なんかバーンって出てくる気配ないけどね。うん。え、長すぎない？なんかあるんじゃない？おい！地面も。なんか。何？おい。また始まってない？これ時間。何これ。9。え？え？そのままどういうこと？うわ、あ、へえ、ポニーテールなんだね。いいね、いいね、ポニーテール。まさかの夢落ち？さっきのは。え、でも結局ずっと見られてるやん。ストーカーがいる事実は変わってないからね。うん。まあ、でも進んでるもんね、ちゃんとね。何これ？雪？あ、雪か。積もっちゃった。なんかついてきてない？なんかね、落としたね。足音すごいするんだけど。え、今も？いや、今はないね。今ない。治ったんだ。よかったよかった。雪が止みました。まあ、覚えてないといけないってことね。あれ？ん？ん？ん？何？あ、びっくりした。おお、普段通り。あ、
探偵の人じゃん。やっぱり何かあると思ったんだ。よくぞ連絡してくれた。警察を呼んでも無駄だ。あいつらは面倒ごとを嫌う。適当にあしらわれるのがオチだ。だから私のような人間が必要になる。ちょっと店の周りを見てくるよ。おい待て、それ指紋フラグだ。おいおい死んだわあいつ。めっちゃでも助かるな。てか荷物置いてないけど今回ね。おビジネスウーマン。おーなんかビジネスウーマンじゃん。スミカ、ここのソルテッドキャラメルモカすっごく美味しいんですよ。先輩絶対気に入ると思います。そっか、ならそれにしてみようかな。ソルテッドキャラメルモカ一つ。はい、ぜひ。私はダークモカチップチラペチーノ。スミちゃんはソルテッドキャラメルモカにしないの？はい、いつも飲んでるので。マダムじゃんこれじゃ。やっぱね、OL だから。 OL 今日も一回飲んだんですよ。そうなんだ。てかすごいね、こんな日にチラペチーノとか。若いね。だって美味しいじゃないですか。お会計はどんどんされますか？あ、今日って撮影かなんかの日なんですか？ここのチラズ特集されるとか。え、いや特にそういうのはしてませんけど。でもカメラで撮ってる人いたんですけど。え、この店を撮ってたんですか？どちらかというと店っていうより店員さんみたいな。もっと綺麗な感じにしてくればよかった。何言ってんの、すいませんね。家計は一緒で今日はおごってあげる。へえ、いいんですか？ありがとうございます先輩。最近引きこもってた息子が学校に行くようになって機嫌がいいのよ。息子さん中学生でしたっけ？いいですね。いつもギャーって笑ってるわ。ふふふ、あれじゃない？え、何？ギャーハってあの人じゃない？あ、あれか。ね、あいつ引きこもってたのにちゃんと学生服着てたけど。ね、ふふ。先輩と笑い方一緒。先輩の笑い方えぐ。似るんだねやっぱりね。俺ソルテッドも覚えたよ。うん、覚えてないやないかーい。覚えてないやないかーい。一つも覚えてない。ね、全然覚えてない。キャラメルヘーゼル、キャラメルヘーゼル、チョコレートソースだ。うん。ルルルルルあそこに置いてももう回収してくれるんだね。うん、やべ2個作っちゃった。うん、うん、ダークモカチップチラペチーノ、コーヒーミルク、コーヒーミルク、コーヒー、コーヒーメルク、ミルク、ミルク。あれ？ん？あれ？あ、こっちか。こっちに全部入れるやつだ。ミルク。うん。違う。これに。でしてチョコソースとココア。うんうんうん。はい、結構時間かかるなこれ。ほいほい、よしよし、バイバイ。ギャー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 、超煽るじゃん。ギャーで探偵さん生きてる？ね、来ないね。ね。
なんなんここマジで。曲が不穏だよな。ね、最初の。不協和音してるけどね。ね、ちょ不協和音やめてください。僕は嫌だ。それも不協和音だ。お、赤ちゃん今回ないじゃん。いないね。ほい。どうしたの。ちょ喋らせてよ。ソルテッドだ。はん。あ、泣いてない。なんか泣いてない。ね。ね。ま、何すんすん。とりあえずあったかいものでも飲んどけ。あったかいものでも飲みなよ。飲みなよ。飲みなよ。ディ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 そんなね、全裸で子供をベビーカーに入れたらそれは死んじゃうわ。それ死ぬわな。ね。死んだ？バイバーイ。え、絶対死んだよね、本当に。ね。本当に死んだやつやんこれ。ああ。デレレレレ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 。うん、まだいるっぽいね。探偵大丈夫か。もう完全なる死亡フラグだったけどねあれ。生きててほしいな。あ、来た。来た。カモーン。おばちゃん来たね。おばちゃんだ。だいぶおばちゃん来たね。マチコ。マチコ。お客さん。ごめんごめん。いつものちょうだい。いつものすごいな。うわ、すごいね。こんなに。ソルテッドめっちゃ作るな。これもしかしてさ、またタイマーでソルテッド、さっきのラテみたいな感じでさ、うん、やるやつじゃない。来るかもね。ね、さすがに覚えたよ。でで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 、うん、キャラメルマキアート、コーヒー、スチーム、キャメル、シュープ、キャラメルソース。はい。曲がマジでちょっと不協音すぎて嫌なんだけど。ね。止めてくれ、この音。あんこバターサンド。あんこバターサンド。これか。お、ほい、早くって帰れ帰れ早く帰れ。ねえ、こんな時間に店のアンテナを修理してるの？アンテナですか？いいえ。どうしてですか？お店の屋上に誰かがいるのを見たから。本当ですか？今屋根の上には誰もいないはずです。マネージャーに電話してみますね。その方がいいわ。すっごくゾッとしたから。嘘でしょ、嘘でしょ。探偵じゃなくてアンテナに突き刺さってる。嘘。そんな一部ディオの死に方みたいなね。ザクー。おい、マジでなんで確認すんだよ。マネージャーに電話すんじゃなかったのかよ。激アツ展開。来るか来るか。え、ん、誰も屋上で戦ってたのかな。ああ、ありえそう。降りれなくなっちゃった。結局探偵はどこにいんだ。なんか調べられるの。いけると思うけど。あ、いけるんだ。いやだ、怖い、怖い。うわ、
え？え？戻れない。いつものとこだよね。お、おお！え？ここか。一瞬ムービーで流れたとこだよ。ここであの人いるってことか。うん。ストーカーが。早く店を閉めないと。あ、そこに繋がってたのね。やば。何これ。とりあえず。ああ。うわ。これね。これね。これね、また。え。はい。これを。え。これで。終わりかな。うん。え、まだあと15。何をやるの？ああ、捨てるのか。はいはい。はい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 。え、なんか。何これ？あと2個。あ、手前にもあったんだ。ペペペペペペ。めっちゃ余らん。看板をクローズにする。クローズ。おお。まあまあまあ、別に幽霊じゃないからな。うん、なんかハンマー裕次郎になる。一瞬一瞬ハンマー裕次郎になるよこれ。ガラス突き破る。あー、来た来た来た。ガラス突き破ってくる時のあのハンマー裕次郎。あー、一瞬になった今。そんなね、怖くないね。そんな怖くないね、これね。ね。ここが一番怖かったね。ね、そうそうそう、そこが怖かった。あと、あれ、ベビーカーのおばちゃん。そうそうそう。まあ、突然来るね、バーンはね、ほんと怖いね。これ逃げれんくない？うわぁ！おー。出ちゃいけなかったんだ。なるほどね。何されてんだろう。あ、リトライ。どっから始まるのこれ。あ、クローズからだ。あ、じゃあやっぱあれなんだ、出ちゃいけないんだね。あ、待って、またあれになってる。ほいほいほい。え、で、これをさっきと同じように。まあ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 、うん。で、トイレから出られる説押してたじゃん、俺たち。うん、ちょっとやろうぜ。いい。私のものはどこ。マネージャーに、あ、取られたんだ。なるほどね。とりあえず出たら死ぬから。うん、ドライバーあったよね、こいつのとこに。あったあったあった。お、やっぱそれなんだね。戦えるものが。逃げるんだ。お前時間かかりすぎだろこれ。時間かかるね。いや怖いこれ。あ、まあでもさ、普通にこれ以外やることないもんね。ないね、他がない。怖い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 。あ、怖い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 。あ、あともう一押しだこれ。頑張れ。頑張れ。あの瞬間に来そうだね。あ、いける？そんなことない。どうだ。ダーンって。あ、車の鍵。バレないように行くってこと？スニーキング？いやでもこんなんバレるに決まってるよな。ね、無理だよね。うん、もう乗ってたりとかね。いや怖、それが一番怖いわ。もう乗ってたりね、一番怖すぎだろ。運転してる。え、うん、なになになに。ドアガチャガチャされてんじゃない。ああ、なるほどね。
何、まあ、一応自分の家の近くじゃない、これは。うわー、いそう、いそう、いたー、いたー。え、まだ逃げられないくない、どっから、どうやって逃げんの。とりあえずなんかあれなんじゃない、違うんじゃない、いろいろと屋上かな。あ、はしごも使える。ちょ、持てるもん全部持っとくか。うん、ドライバー持った。うん、これで上から行けるでしょ。あとなんか持てるもんなかったっけ、うん、あ、今捨てなかった。え、捨ててない。これちょっと今下に矢印なかった。これあれだよ、いつものこれだよ。ああ、あと持てるもんなかったっけな。持てるもの、掃除道具だけだよ。ああ、確かに。とりあえず持てるもん全部持ってあと本気で対抗できたらね、かっこいいんだけどね。ね、ワンチャンあるよね。バシ、ね、よし、こっから足を置いて登るんだ。登るで、どうするんだって。で、どうすんの。うわあ、殺されてる探偵が。探偵してたから、いる。あ、これでなんか落とせるんじゃない。レンガを落とす、いいね。こいつやば、棒持ってるわ、やば。よっしゃ、殺します。術式反転、赤。あれ、レンガ持ってくるんじゃない。まず持ってくるんだ。ただいなくなってたらどうする。怖っ、痛い痛い痛い。術式反転、赤。死ね、かっこ物理、いけ、ゴツ結構でかいな、レンガでかでか、はあ、で、で、え、死んだ、死んだのかな。勝った、人を殺めてしまった。あ、レンガを落とすか迷ってる時にあの男に気づかれてしまったから、男が怖かった。知らない人に何で合わせるしかなかった。殺すつもりなかった、ただ怖くて。私はすぐに警察へ囲んだ。警察にまくし立てるように全てを話し、一緒にチラズコーヒー店へ向かった。するとあの男はその、え、警察は私を家まで送ってくれ、後のことは任せてくれと言った。そして仕事に戻っていった。これでもう全て終わったのだ。やっといつもの日常に戻れる。疲れた。あ、今は家でゆっくり休みたい。はい、休もう。やばくない、もういなかったってやばすぎるよね。生きてる、生命力の塊だね。え、もしかしたら呪霊かもしれない。うん、このテーブル壊れすぎだろ。ね、新品っぽいけどね。うん、なんだ、テレビのケーブルがまた変になってる。オーナーに電話しよう。これ窓あんなに開いてるのさ、うん、ちょ怖いよね。カーテンも閉めないでね。ね、来るってことじゃない。あれ、携帯どこ行った。うわぁ、やばすぎだろこれ。その、いやでもまだあるかもしれない、反逆。武器を持て、武器を持て、武器を持てあ、こっちから出れる。いや、でもまあ二択だね。とりあえず、まあまずは正規ルートというか、まあね、出るしかない。うん、今左に矢印があった。あ、でもそれはあれか。あ、あれだ。あー、だからアパッと出ろってことなんだ。なるほどね。結局。あー。
さ。うわーちょっと絶対やばい。どう出る？いやこれ絶対やばいわ。またやつがいるパティーンだよこれ。うん、やつが来る、やつが来る。あ、トリオギン持ったままだ。掃除用具、ドライバーも。え、な、怖っ。拾ったけど、ベランダから見てるとか。ああ、だとしたら怖すぎだろ。何するんだろうね。いやでもドライバー持ってっから武器は持ってますからね。道短いけどね。いやでもやっぱあの小回り効くというか扱いやすいからね。なるほどね。これが一番いい。おドライバー持ってんだからな。来るなら来い。でも部屋の中はねドライバーの方がいいかもしれないね。うん、確かにやりやすそうね。おお、はっ、いいね、ポニーテール。ん、ああ開いてる開いてる、やばい。天元のドア。あれここに繋がってるわ。あれっつって、おドライバー持ってんだぞ。あ、これがちゃんとした正規のね、あー、割り方なのぽいね。これが一番普通にやったら、うん、行くエンディングじゃない。なるほどね。え、でもさっき一瞬開いた時さ、うん、いなかったよね、ロッカー。うん、ロッカーじゃねえ、クローゼット。いやということでね、はん、ストーカー怖いねです。ストーカーやめましょうという、はい、ストーカー怖いですから、皆さんもストーカーやめましょう。ストーカー やってる前提でなってるけど、はい、ね、ストーカーやめましょうね、皆さんね。やめましょう。これでやられる側の怖さが分かったと思います。はい、そういうことです。そういうことです。いやー、まあでもそんな怖くなかったんじゃない。うん、なんか思ってたよりも2つ、そう、2つだけだったね、怖かったのね。銭湯、地獄銭湯の方が怖かった、うん、あー確かにあっちの方がね、うん、怖かったね。ね、人間じゃなかったしね。そうそうそう、その相手がね、幽霊だからさ。そう、幽霊だったからね。幽霊感増し増し。まあでもこっちの方が人間感があって、ちょっとそっちの方がよりリアルで怖いってのはあるね。うん、うん、俺たちがさ女の子だったらもっと怖かったかもしれん。女性じゃないからね。そう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 。これね、なんもない、なんか進まないんだけどね。でも音はするね。ね、音だけ。タイトルの音かな。何これ。結局ドライバーという武器を持っていたのに使わなかったな。あれ、画面真っ暗なままだね。え、進まないんだけど、何これ。終わりなのかな。終わりね。でも何もできないよ。まあ終わりっぽいね。終わりか。はい、よしよし。ってことで、うん、皆さんご視聴していただきありがとうございました。うん、ありがとう。はい、今日はね久しぶりのうん、ホラゲでしたけども、どうでしょうかね、ゲームで。うんね、なんだろう、まあこれからもなんかこうちょくちょく、うん、ホラゲやっていけたらなと思っております。です。はい。
ってことで、なんかもしかしたらマルチエンドかもしれないですけど、それが気になる方は、うん、ぜひお買い求めてやってみてください。やってみてください。はい、ってことでぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。今皆さん高評価押してってね。今みんな今押してって、高評価、高評価今押してって、押してって、うん、はい、そしてですね、概要欄の方に、僕五条悟と下藤すぐるのツイッターそれぞれ貼っておりますので、ぜひそちらの方からフォローよろしくお願いします。今フォローしてて、お願いします。今フォローしてて、はい、ありがとうね、うん、皆さん。そして最後に、ハッシュタグ呪術本舗の方で、感想ツイートやらファンアートやら切り抜きやらいろいろ待っておりますので、ぜひ皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今週の授業日より以上となります。来週はね、ラジオとなっております。え、何今さらっと今授業日よりって言ってた。え、本当言ってた。あ、マジで。授業本舗です。はい、授業本舗です。今週の授業本舗は以上です。はい、以上です。来週はラジオなんで、授業本舗ラジオなんでね、うん、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。さあ、ということで、いつもの挨拶で締めます。はい、ということで、来ていただきありがとうございました。ぜひ来週も来てください。よろしくお願いします。せーの、もうええわ。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね、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 じゃあね。